株式会社ニデックは愛知県鎌郡市に本社を置く眼科医療機器の開発、製造、販売、レンズ、工学部品フィルター類のコーティング加工及び人工資格の研究開発を行っている企業。ニデックは1971年7月7日に従業員数名で設立された。創業当初は目という分野に絞って事業を展開してきたが近年では 目と身体というように、目とそれ以外の新しい分野に積極的に取り組むことになった。1996年には目と身体ということで新しいスタートを切ることとなり、アイアンド、ヘルスケアを制定して事業領域の展開を図っている。販売拠点は日本国内のみならず、海外へも展開しているにもかかわらず、製造、開発拠点は事務機能を除き、 地方都市の愛知県甘郡市に集中している。なお、輸出比率は60%を超えており2デックの製品は世界中のドクター、メガネ店頭で見ることができる。有名な機器は、気球の見える機械こと自動視力測定器がある。また、眼科専用電子カルテ、ナビスも多くの眼科医で利用されている。光学フィルムメガネレンズのコーティング、販売及び輸出入。 小沢秀夫をはじめとする創業メンバーが日本を代表する有名な企業を世界に羽ばたく企業になることを願い命名した。当時、創業者が留学したロチェスター大学の周辺には、コダック、ゼロックスといった世界的な工学メーカーがあり、社名を決める際、これらの影響を受けた。給ロゴ。ありがとうございます。